テーブルトーク RPG、テーブルトーク RPG、あるいはテーブルトーク、ロールプレイングゲーム、テーブルトークロール、プレイングゲーム、略称は TRPG とはテーブルゲームのジャンルの一つ。ゲーム機などのコンピュータを使わずに紙や鉛筆、サイコロなどの道具を用いて人間同士の会話とルールブックに記載されたルールに従って遊ぶ対話型のロールプレイングゲーム。 RPG 指す言葉である。もともとはミニチュアゲームから派生したものでアメリカで考案されたテーブルトップゲームである。TRPG、TTRPG、TRPG などと略記されることがある。また会話型 RPG とも呼ばれる。なお TRPG と会話型ロールプレイングゲームはホビージャパンの登録商標である。 テーブルトーク RPG は日本での造語和製英語であり日本と韓国以外では通用しない1974年に世界初のロールプレイングゲームであるダンジョンズドラゴンズ以下 D&D が発売され1981年には世界最初のコンピュータ RPG であるウィザードリーが Apple II 向けに発売されたしかし日本では D&D よりも先に、ウィザードリーをはじめ、ハイドライド、ザ・ブラック・オニキス、無限の心臓、ドラゴンスレイヤーなどの国産コンピュータ RPG が人気となったこと、そして1986年に、エニックス、現在のスクウェア・エニックから、ファミリーコンピュータ向けに発売された、ドラゴンクエストが大ヒットしたという経緯から、日本では、RPG といえば、 コンピュータ RPG を指すのが一般的であるため、元来の RPG をコンピュータ RPG と区別する故障としてこの言葉が普及した。英語圏では特にコンピュータ RPG と区別するため、テーブルトップ RPG、テーブルトップ RPG と呼称する場合がある。日本ではテーブルゲームとしてのウォーシミュレーションゲームや RPG が アメリカなどに比べるとそれほど一般化せず、それに対して、もともとは派生的な存在であるコンピュータを使ったシュレーションゲームや RPG が急速な普及を見せた。このような状況を背景に、日本では1980年代半ば以降、RPG はコンピュータ RPG を指す言葉として普及した。本来の意味での RPG を愛好する人々は少数派であり、彼らの RPG を指し示す新しい用語が必要になったためテーブルトーク RPG という言葉が登場した。1987年にゲームブック雑誌ウォーロック15の記事において近藤伊佐氏がテーブルトークの RPG という表現をした後に僕の造語ですから初めて聞く言葉でしょうがと述べている。この語はウォーロック市場でたびたび近藤伊佐氏によって使用され、 そのうちに安田糸氏も積極的に使うようになった。安田糸氏は多くの TRPG 関連雑誌で執筆していたため、この後はゲーマーたちの間で広く知られるようになった。しかもこの時期は日本で一気に TRPG 人口が増加していた時であったので、初めから RPG ではなくテーブルトーク RPG と呼ぶ人が大きな割合を占めるに至った。 ロールプレイング、ロールプレイングとは、想像上のある役柄を演じることである。ロールプレイング、ロールプライングを、英和辞典で弾くと、役割演技と翻訳される。また、ロールプレイング、ロールプライングを英語で説明すると、その意味は、プリテンディング飛べサムワンエルス、他の誰かのふりをするとなる。ゲームデザイナーのゲイリー・ガイギャックスは、ロールプレイとは、 想像上のある役柄を演じること、自分が現在、または未来英語を決してなることができない何者かを演じることであるしている。つまり、役割とは、キャラクターという役柄のことであり、社会的な役目のことではない。医者のふりをすることと、医者の役割を果たすことには、大きな違いがある。ゲームデザイナーの小田中京は、ロルプラ、演技のいい、しばしばロールプレイ。 役割を演じると解釈する者がいるが、誤訳であるとしている。かつて、このロールプレイの意味を、役割を果たすと解釈して、仮想の人格を演じることは、抑制的であるべきで、キャラクタークラスなどの任務分担を果たすのみで足りると、する主張が、ネット上現れたことがある。しかし、これは単なる誤訳、ないしデマに過ぎないものであった。テーブルトーク RPG では、 プレイヤーは単なる無名の戦士や魔法使いではなく名前や仮想の人格などが付与されたプレイヤーキャラクターを担当する。ゲームによってはライフパス、羊や人生の変歴を示す要素や性格、属性、あるいはシステムによっては癖や趣味といったところまでといったルールにより仮想の人格にシステム的な裏付けを与える工夫がなされる。同じ 戦士であっても、豪寛な人物、最新な人物、明路快活な人物、謎めいた影のある人物といった千差万別な個性を表現することより、キャラクターは差別化され、一層生き生きとし、仮想世界での冒険の楽しみを増加させるのである。またプレイヤーが温厚で慎重な性格であるのにも、かかわらず、無効水な戦士を演じたり、狡猾な魔術師を演じたりすることは、それが、 キャラクターに合致している限り、上手なロールプレイであるとみなされる。まずゲームの参加者、英語でプレイヤーと呼ばれる。それぞれが自分の操るキャラクターを用意する。通常は一人ずつ。これをプレイヤーキャラクター、PC という。一般に PC は能力値などの数値化されたデータによって表現され、これに、例えば戦士や魔術師といった。 キャラクタークラスに代表されるような役割を表すデータやシンボルや肩書きが付随いる参加者はそれを専用のシートか何らかの記録媒体通常のプレイでは紙にメモしておく数とは通常自分のプレイヤーキャラクターを作らず使わず一般にゲームマスター GM と呼ばれる役を受け持つゲームマスターはゲームシステムによってはダンジョンマスター DM 地下牢の主人の意、審判員、ジャッジ、審判、キーパー、維持者、ストーリーテラー、語り部などと呼ばれることがある。ゲームマスターは、他の参加者、プレイヤーと対話しながら、ゲームの物体となる世界とそこに登場する、いろいろな事件や人物を説明し、決められたルールに従って、プレイヤーが考えたキャラクターの行動が実現したか。 田舎を再定することでゲームを進行させる。単純化して言えば、コンピュータで遊ぶ RPG でのコンピュータ役をゲームマスターという人間が通するのがテーブルトーク RPG だと言える。しばしばテーブルトーク RPG はルールのあるごっこ遊びと説明されるように、プレイヤーキャラクターの行う行動を何でも言っただけで認めるのではなく、各種のデータと、 ルールに従って判定してその成否を決定する点が、ごっこ遊びや、なりきりチャットとは異なる。判定は、主に6から100面体までの様々な形状のサイコロ、ダイスを、乱数発装置として用いて行われるが、トランプなど他の手段を用いる場合もある。プレイヤーたちは、ゲームの舞台となる世界において、プレイヤーキャラクターを演じながら、行動を、 ゲームマスターに対して宣言し、戦闘や謎解きといった課題に挑戦する。これを繰り返しつつ、互いに協力、または競争しながら、ストーリーを紡ぎ出し、最終的な目標の達成を目指すことが、ゲームの目的となっている。プレイヤーとは別個の架空人格であるキャラクターを演じることが特徴であることから、役割演技ゲームという意味のロールプレイングゲームという、呼称が、 ゲームの総称として使われている。一回のゲームにかかる時間は、ゲームマスターが用意するシナリオにより異なるが、数時間単位を要することが普通である。キャラクターや架空世界それ、事態を表現するために、様々な世界設定やテイストやルールを持つゲームシステムが、数多く発表、発売されている。ゲームマスターを除く参加者、すなわちプレイヤーは、 様々な種族、人格、性質、能力、技術を持ったキャラクターを演じる。それらの要素はゲームのルールや世界において重要な指針となるものである。ゲームのシステムは大抵、そのゲームの世界においてどのようなキャラクターを演じることができ、世界の中でどのようなことができるのかを定めたルールや設定がある。例えば、ファンタジー世界の設定では種族にはエルフ、 人間、ドワーフなど、キャラクタークラスには、戦士、僧侶、盗賊などがある。これらのルールや、設定やデータは、プレイヤーが、自分のキャラクターに与えられた役割を果たし、与えられた課題に取り組んで目的を達するための、行動と判断の基盤となるものである。ミニチュアウォーゲームという体裁をとっていた初期の、RPG にもストーリー性はあったが、物語性や、 世界設定を重視する風潮とともに、キャラクターの人格や会話及び、各世界で展開される数字を重視するプレイスタイルも登場し、それに適したルールシステムも作られるようになった。テーブルトーク RPG では、基本となるゲームシステムを集約したルールブックのほか、特定のテーマに沿ったデータのみを集めたデータ集や、プレイを補助する小物類などが反布されることが 以下に主な種類を挙げる。コンピュータ RPG はテーブルトーク RPG より派生したものでゲームマスターの役割をコンピュータに肩代わりさせ一人で遊べるようにしたものであった。当初コンピュータ RPG はダンジョンズドラゴンズ以下 D&D に代表される迷宮、卑境探検と魔物退治のゲームを再現するゲームであった。こういったゲームは trpg の遊び方の中でもボードゲームや、ウォーゲームに近いもので、機械的な処理に向いており、コンピュータ rpg は、高いレベルでこれを再現している。また、この頃は、テーブルトーク rpg 自体、この種の製品や遊び方がほとんどであった。テーブルトーク rpg は、コンピュータ rpg にあるような強力な演出とは、エンドイが、早い段階で様々なジャンルを可能にしてきた。 迷宮、卑怯探検と魔物退治のゲーム以外にも、高性感宇宙での冒険、邪神の復活を阻止するホラーもの、犯罪事件の推理やアクションなどのジャンルは80年代にはすでに誕生している。コンピュータ RPG では、プレイヤーはあらかじめプログラムされた行動しか取れないが、テーブルトーク RPG では、原則的には、プレイヤーは、 いかなる行動宣言を行うこともできるため、無限の自由度があるとも言える。ロールプレイングゲームという故障は、職業訓練や精神医学の臨床において行われるロールプレイングが由来である。また、テーブルトーク RPG の元になった戦争シミュレーションのミニチュアゲームや政治闘争などのボードゲームでは、プレイヤーが自分の受け持った軍の将軍、指導者の立場に立って、 この将軍、指導者が得られたであるを限定され、情報をもとに駒を動かす遊び方などのように、プレイヤーが、指導者という一個人の視点を通して、軍や団体を操る遊び方も、ロールプレイングと呼ばれていた。ロールプレイングゲームの故障は、最初のテーブルトーク RPG が登場した時点では、まだ使われておらず、1970年代後半になってから、先に挙げた。 ボードゲームも含めて、カッコプレイヤーが一人の人を担当するゲーム全般の意味で用いられた。テーブルトーク RPG が最初に登場したのは1970年代前半のアメリカである。ロールプレイングゲームの元祖とされるのは1974年のダンジョンズドラゴンズ以下 D&D である。D&D はゲーリー・アイギャックスによってデザインされ、 TSR 社から発売されたが、これはガイギャックスとジェフ・ペレンが作ったミニチュアウォーゲーム171年ガイドンゲームズより発売から発展したものであった。そのため、チェインメールは D&D の原型とみなされる。D&D の内容はドラゴンなどの魔物が隅危険な罠の仕掛けられたダンジョン、迷宮の中を武器を使う戦士、魔法使いなど、 異なる能力を持ったキャラクターを組み合わせたグループ T を組んで探検し、様々な謎、リドルを解き、ダンジョンの奥に眠る財宝や魔法の物品を獲得するというものである。また、このゲームの達成目的や進行方式を継承した、ウィザードリなどのコンピューター RPG が1980年初頭に誕生した。なお、D&D 黎明期には、この作品に対して、 数々の誤解や、非難や陰謀論が飛び交っていた。詳細は、ダンジョンズドラゴンズに関する論争の項を参照。安田ひとしは、D&D は、ヒロイックファンタジー、指輪物語、マイケル・ムアコックの、エルリック・サーガといった作品の影響を受けていると、指摘している。1970年代後半になると、SF、歴史、近現代を舞台にする。 テーブルトーク RPG が登場してくる。また、特定の小説や映画などの世界を再現するものも登場する。背景世界の多様化により、ダンジョン探索や怪物退治をゲームの目的にしないものも登場してきた。例えば1977年に発売されたトラベラーは、科学技術が発達して、自在に宇宙旅行できるようになった世界を舞台に、 様々な文明を持った惑星を旅することを目的にしている。1979年に発売されたルーンクエストはファンタジー世界ながら文化人類学を背景にした緻密なカルト、再始集団を設定し、詳細な設定を持った背景世界、クローランサと物語を提示しことに特徴があった。このゲームでは、プレイヤーキャラクターが所属するカルトによって、 全く異なる行動規範が定められており、従来のプレイヤーキャラクターは同じ目的を持った仲間、パーイであるという概念とは異なるプレイスタイルを持っていた。これらのゲームは、ある役割を課せられた仮想の人物を総演して、司会、審判役を交えて、会話で進行するゲームという部分では D&D と共通するものの、背景世界のみならず、達成目的や、 進行方式が D&D とは全く異なるゲームとなっている。このようなゲームの登場はテーブルトーク RPG の多様性を示すことになった。また、最初期の D&D をはじめる MA 機のゲームは背景世界に緻密な設定を持たなかったがトラベラーやルーンクエストのような緻密な世界設定を持つゲームの登場により後のゲームではゲームシステムと 世界背景、物語という二分化された制作がなされるようになる。英語圏だけの現象であったテーブルトーク RPG はやがて他の言語圏にも紹介され、はじめは英語のゲームをそのまま遊ぶという形で伝播していくが、やがて各言語独自のゲームが作られるようになる。テーブルトーク RPG が多く発表されている非英語圏の国としてフランス、イタリア、 ドイツ、日本などがある。日本におけるテーブルトーク RPG の始まりは1970年代後半に求められる。原宿キリランドなどの玩具店や模型店で日本国外製の言語の TRPG が輸入販売されるようになり、それをプレイする人々が初期のユーザーとなった。もともとはアメリカの大学生の遊びから生まれたゲームであるため、 ルールはすべて英語で書かれており、それを読めなければゲームを始めることすらできなかった。しかし彼らは次第にゲームの翻訳、本案、さらには自作まで行うようになる。日本ではテーブルトーク RPG よりも一足先にボードシミュレーションゲームが紹介されており、1980年代前半にはファン層も確立され、日本語のゲームや日本語の専門誌もいくつか、 出版されていい。タクティクス、シミュレーターなどの当時のボードシミュレーションゲーム雑誌では、ボードシミュレーションゲームの兄弟のようなゲームとして、日本国外の RPG 並びにその周辺の情が、たびたび紹介されている。1982年5月1日発売の、タクティクス3号にロールプレイングゲーム、ドンキーコマンドが掲載される。ドンキーコマンドはコマンド隊員をキャラクターとして、 作成し、秘密基地に潜入。爆破や、ダッシュ任務を行う一人プレイ用のルールであった。日本語で書かれた、TRPG 製品が、商業ベースで発売されるようになったのは1983年で、この年に、摩豊により、エンタープライズが、くだホビーから発売されている。また、同年には、筑ホビーやバンダイから、ロールプレイングゲームの要素を持つボードゲームが、 日本人のゲームデザイナーにより多数発売された、つくだホビー、クラッシャー城、バンダイ、原毒忍者伝など、1984年には、日本人作による、初の本格的なテーブルトーク RPG である、ローズ・トゥ・ロード、角倉直人著、つくだホビー発売が発売された。また、同年には、日本国外製 TRPG の初の日本、ご翻訳製品となる、トラベラーが、 ホビージャパンより発売されている。その後、1985年には、ダンジョンズドラゴンズ、シンは、1986年には、クトゥルフの呼び声、ホビージャパンと、著名な日本国外作品の日本、ご翻訳版発売の流れが続き、後のブーム、繁盛期の短所を開いた。日本語の TRPG 製品が発売されていった1980年代前半は、 コンピュータ RPG が日本のパソコンゲームファンに注目され出した時期でもある。ログイン、ビープなどのコンピュータゲーム誌では、ウィザードリーやウルキマの元となったゲームとして D&D 等の紹介が始まり、コンピュータゲームをきっかけにテーブルトーク RPG に興味を持つという流れを作り出した。なお、コンピュータゲーム誌では、コンピュータ RPG に対しての ボード RPG という造語版に用いられていた。1980年代後半に入ると、パソコンゲーム雑誌、コンプティーク、角川書店市場に D&D のシステムを用いたロードス当戦記のリプレイが掲載された。その後、リプレイを原案とした小説版、ロードス当戦記が発表され大きな反響を呼び、漫画や OVA、パソコン用ゲームなど、 いわゆるマルチメディア展開を見せ、日本におけるテーブルトーク RPG 普及に一役買うことになる。1989年にソードワールド RPG が士見書房から発売されると、特に中高生を中心とした低年齢層にも広く普及した。ソードワールド RPG が大きく普及した理由は、などが挙げられる。こうして、 テーブルトーク RPG の一大ブームが訪れた。角川書店、藤見書房からは RPG 関連書籍が数多く出版された。RPG を元にした小説作品であるドラゴンダンス戦記、藤見書房よりは景観光やロードスト戦記、角川書店は日本のファンタジー小説の裾野を広げた。ところが、こうしたブームは、 1990年代半ばに落ち込んでしまうこととなる。これを俗に TRPG 冬の時代と呼ぶ。停滞していった原因は、ブームに乗じた蘇生乱造と作品の質の低下をはじめとするトレーディングカードゲームの台頭、主要な反年霊層の就職、進学に伴う離脱などがよく挙げられている。2001年、長らく冬眠状態だった。 ソードワールド RPG リプレイの新シリーズがスタートし、翌2002年には、ナイトウィザードの初版、アルシャードの初版、ダンジョンズドラゴンズ第3版といった、その後も展開が継続していった人気システムが相次いで出版され、本格的に復調傾向を見せ始める。2000年代後半以降は、ルールブック、サプリメント、リプレイ、 アクセサリーなどの TRPG 関連製品が毎月10点程度は発売されるような状況となり関連小説や定期観光物を含めればさらに増える、回復、安定したとみられる。TRPG は冬の時代を挟んで他のサブカルチャーメディアへの露出、連携が弱まったため若い世代への広範な普及が見られたかつての状況にまでは至っていないようである。 2000年代終盤から2010年代初頭にかけてニコニコ動画などの動画サイトにアイドルマスターシリーズや東方プロジェクトのキャラクターを用いた初心者向け解説動画やリプレイ動画などがこうされるようになり中でも2012年頃からクトゥルフシンは TRPG 関連動画の投稿数が急増したこれに伴いクトゥルフシンは trpg 基本ルールブックの増反ペースも上がり2015年6月で第20冊となっているクトゥルフシンは trpg 関連動画の急増は2012年4月よりテレビアニメが放送されたハイヨレニャルコさんの影響と見る向きもある日本においては黎明期より制作者企画者が 海外製品の翻訳やオリジナル作品の制作を行い、彼らと契約した玩具メーカーや出版社が流通販売を担うという形態が多くを占める。しかし採算が取れず、市場から撤退した玩具メーカーや出版社も少なくない。そのため、同一、または同系統のルールブックが別の出版社から販売されたり、絶版作品が権利絡みで、 販売不可となる事例も少なからず見られる。日本独特の出版形態が文庫、本型である。ソードワールド RPG やガープス、ガープス、モヒス、マギウスが代表的である。それらをデザインしたグループスンは、その前にトンネルズトロールズの日本語版を文庫で出版し、ゲームブックファン層にテーブルトーク RPG をアピールすることに成功している。 1990年代前半のテーブルトーク RPG のブーム期にはビッグネームからマイナー製品まで数多くのタイトルが文庫で次々と発売され文庫本という形態はテーブルトーク RPG のデファクトスタンダードになっていった1990年代後半以降の日本では A4 版もしくは B5 版の書籍タイプの製品が主流を占めることに なる、情報量も多いがその分厚くなり、文庫タイプに比べて、高価格という特徴を持つ。過去にも、大判の書籍タイプの RPG ルールブックはあった、パワープレイなど。ところが、文庫タイプの代表格、ソードワールド RPG、ガープスですら、この時期に、完全版として、A4 版の書籍タイプで出版された、これは日本のみの現象ではなく、アメリカでも一足早く、 ボックス型よりも大盤の書籍タイプが主流となっていた。しかし、2004年に発売された、アリアンドット RPG は、久しぶりに文庫タイプで出版された。この作品は、基本ルールやリプレイ、入門者向けのサプリメントは、文庫で出版し、追加データなどの記述量が多くなる、パワーユーザー向けのサプリメントは、B5 版書籍で出版するというスタイルを取った。こうした、 両方の利点を生かす展開手法は2006年発売のアルシャードガや2008年発売のソードワールド2.02009年発売のダブルクロスザサードエディションなどにも引き継がれている。日本のテーブルトーク RPG 市場において特徴的なものにリプレイ本といわれる商品の存在がある。リプレイとはテーブルトーク RPG のプレイ風景を記録したものである。 一般的には、プレイヤーキャラクターとゲームマスターの発言の羅列という、議曲形式で記述される。リプレイは、もともとは、ゲームのルールをわかりやすく説明するために、ルールブックに十数行程度で書かれるものでしかなかった。これは、行為判定などが行われている様子を議曲形式にして、抜き出し物に過ぎなかったが、 日本のテーブルトーク RPG の黎明期では全く未知の遊びであったテーブルトーク RPG の紹介を行うためにこのリプレイという形式が好んで使われた。ウォーシミュレーションゲーム雑誌やパソコンゲーム雑誌では1回のゲームプレイの最初から最後までを数ページにわたるリプレイとして掲載することでテーブルトーク RPG の実態を紹介していった。さらには コンプティーク史で1986年に連載されたロードス当選記など数回のセッションにわたるキャンペーンプレイをすべてリプレイとして再するという試みも行われた。リプレイが長文化するに従い書き手は読み手に対して飽きさせないようにする工夫や単なる記録以上の読み物が求められるようになりリプレイの文章には様々な演出や編集が行われるようになった。こうして 日本独自の文化が誕生したのである。リプレイ文化はテーブルトーク RPG の黎明期こそゲーム雑誌上の記事でしか見られなかったが、ロードストーン1機やソードワールド RPG がメディアミックス展開していくのと同時にリプレも単品の商品として文庫本の形式で売り出されるようになる。その結果、リプレイ本は テーブルトーク RPG をプレイしていない人の中にも、ライトノベルの一種として受け入れられるようになり、様々なリプレイ本が出版されていくようになっていったのである。ここに至り、ゲームの紹介として始まったリプレイが独立した一個の作品として売り出されるようになった。結果、ゲームは、プレイしないがリプレイ本は、読んでいる、リプレイ読者という層が生み出されるようにもなった。 ディプレイボンは2011年現在においてもライトノベルの一つとして出版され続けており、ライトノベル市場において独自の地位を築いている。下記は各社から出版された TRPG 専門誌、サポート誌、休館、配管されたものを含む。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。